田中圭主演で大ヒットしたドラマ、おっさんずラブ、テレビ朝日系の5年ぶりとなる続編、おっさんずラブリターンズが、2024年1月に放送されることが発表され、話題になっている。また来春には、反町隆史が破天荒な高校教師役を演じた主演ドラマ、GTO、フジテレビ系が、26年ぶりに新作スペシャルドラマ、GTO リバイバルとして復活することも話題だ。そこで今回は30から40代の女性100人に、続編が見たいヒットドラマについて聞いてみた。第3位、4.0% には、極戦、日本テレビ系、大和なでしこ、フジテレビ系が同率で選ばれた。仲間由紀恵主演、極戦は2002年にスタートし、3シリーズにわたって放送された学園ドラマ。仲間演じる任侠一家で育った熱血高校教師の山口久美子が不良生徒たちと本音でぶつかり合う姿を描き、スペシャルドラマや映画も大ヒット。生徒役には、嵐の松本潤、小栗旬、松山健一、カトゥーンの亀梨和也、三浦翔平などなど、現在主役級で活躍する俳優たちが多数出演していた。毎回スカッとする、33歳、女性、総務人事。出演者が豪華だから、36歳、女性、学生、フリーター。生徒役の俳優が豪華だった。好きだった、42歳、女性、主婦。最終的にヒロインが誰かとくっつくかが気になる、37歳、女性。松嶋菜々子主演、大和なでしこは2000年に放送。松嶋演じる幼少期の貧乏生活がトラウマで。玉の輿結婚を夢見て合コンを繰り返すキャビンアテンダントの河野桜子と、堤真一演じる数学者の夢を諦めて、実家の鮮魚店を継いでいる普通の青年、中元大介という異なるタイプの男女の恋模様を描いたラブコメディー。桜子の華やかなファッションも注目を集めた。また、桜子の後輩キャビンアテンダント役を矢田亜希子が演じていた。恋の行方や他のメンバーのその後などが気になっている。48歳、女性、主婦。お似合いのカップルだから、40歳、女性、主婦。松嶋菜々子が好きなだから、48歳、女性、総務、人事、事務。第2位は、スケール桁違いな、VIVANT。第2位、6.0% は、VIVANT、TBS系。堺雅人主演、VIVANT は今年7月期に放送され、スケールの大きさ、先の読めない展開などで注目を集めた。堺は大手企業の社員だが、実は特殊部隊、別班の精鋭隊員で、阿部寛ら日本の公安警察、テロ組織らをめぐるストーリーで、ネット上では考察も盛り上がった。壮大なモンゴルロケや、役所広司、嵐の二宮和也、松坂桃李、二階堂ふみなど、キャスト陣の豪華さも見どころだった。最終回後は、続編や映画化を望む声が多数上がっている。ドラマとは思えないほどのスケールで、映画を見ているような満足感を味わえたドラマだった。最終回が続編を期待させるような終わり方だった。38歳、女性、事務職。面白かったし、伏線をいろいろと残しているから気になる。42歳、女性、主婦。とても面白くて、まだ見ていたかった。38歳、女性、主婦。映画のような壮大さがあった。49歳、女性。第1位は、何度見てもキュンな、花より男子。そして第1位、7.0% は、花より男子、TBS 系。井上真央の主演作、花より男子は2005年にスタート。2007年に第2シリーズが放送され、2008年には完結編の映画も公開された。井上は名門高校に通う貧乏少女の僕やつくしを演じ、学園を牛耳る大金持ちの男子グループ、F4 と出会う。この出会いをきっかけに、恋や友情を育んでいく姿を描いたラブコメディーだ。F4 のメンバーで、ヒロインと恋に落ちる俺様キャラの道明寺司役を嵐の松本潤、小栗旬が道明寺の幼馴染で恋敵となる花沢類を好演、遊び人の西門房次郎を松田翔太が演じたほか、道明寺の姉を松嶋菜々子が演じるなど、キャストの華やかさも話題になった。何回見ても胸がキュンキュンする。43歳、女性。青春そのものだったから。42歳、女性、主婦。登場人物たちのその先が気になる。31歳、女性、主婦。ストーリーやキャストが好きだった。道明寺とつくしのその後が見たい。37歳、女性。
昔見ていて面白かったから、39歳、女性、事務職。一世を風靡したヒットドラマが大量同率ランクイン。続編が見たいヒットドラマ、第5位以下はこちらから。画像、10から30代女子が、続編が見たいヒットドラマ、仲間由紀恵、極戦を倒した第2位は、